アディソンデ・デボン・リードは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンバーナーディの軍乱直家門が出身の、元プロ野球選手。ウト左ヒダリダ。相性はリーダー。2010年の MLB ドラフト3巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名され、プロ入り。2011年9月4日のデトロイト・タイガース戦で、メジャーデビュー。2012年5月23日に、 ロビン・ベンチュラ監督からクローザーに指名された。この年は29セーブを挙げた。2013年もクローザーとして活躍し、6月22日のカンザスシティロイヤルズ戦では通算50セーブを記録した。8月22日には2003年のロサンゼルスドジャースのエリック・ガニエ以来、ホワイトソックスとしては史上初となる6試合連続セーブを記録した。 最終的に48回のセーブ機会で40、セーブを挙げた。2013年12月16日にマット・デビッドソンとのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。2014年3月3日にダイヤモンドバックスと1年契約に合意した。ダイヤモンドバックスでも引き続きクローザーを務め62試合に登板して32。 セーブを上げ、通算100セーブも達成した。しかし、投球内容は安定していたとは言えず、大事な局面で被弾するケースが目立った。11比本塁打は、メジャーのリリーバー全体でワースト3位体の本数であり、防御率は4.257敗を期した。2015年は、クローザーの座から陥落し、38試合にリリーフとして登板。 防御率4.202勝2敗、ホイップ1.50と不安定なピッチングが続いた。2015年8月30日にミラーディアス、マットクックとのトレードでニューヨークメッツへ移籍した。メッツでは調子を上げ、17試合に登板して、防御率1.17ホイップ1.04、脱三振率10.0という好成績を残した。 ダイヤモンドバックスとの合計では55試合にリリーフ登板し、3勝3敗4セーブ、防御率3.38、ホイップ1.38という成績を記録。4年連続55試合以上に登板したほか、基本類な3本はこの4シーズンで最小。防御率もキャリアハイの数値をマークし、通年では安定感があったと言える。2016年は、 リーグ2位体となる80試合に登板して、防御率1.97ホイップ0.94を記録。脱三振率も2年ぶりに10.0台に復帰した。2017年は、クローザーのジェウリスファミリアが、家庭内暴力の影響で離脱が見込まれたため、リードがクローザーを務めた。チームを出るまでに48試合に、リリーフ登板し、防御率2.571勝2敗19。 セーブホイップ1.12という成績を記録した。2017年7月31日に、ジェイミー・カラハン、スティーブンのゴセヘルソン・バティスタとのトレードで、ボストン・レッドソックスへ移籍した。レッドソックス加入後はクローザーで投げず、29試合の当番でセーブは0だった。メッツとの合算では、77試合のリリーフ当番で2勝3敗19、セーブ。 防御率2.84、ホイップ1.05、脱三振率9.0という成績だった。なお、この77試合登板という数値は、MLB 全体で三位体の数字である。オフの11月2日に、FA となった。2018年1月15日にミネソタツインズと2年1675万ドルで契約を結んだ。2019年5月16日に、 ディーフとなり、21日に自由契約となった。時速 150km 前後のフォーシームを軸に、スライダーを組み合わせる投球スタイルであり、球種は少ない。左打者に強く、対左打率は、それぞれ2013年が、210、2014年が、219という高数値を記録している。速球の伸びがあり、三振脱出能力が高い。欠点は、 基本類だが多い点である。ありがとうございます。